あんたはどう思う？仲間の死は無駄にはしない。あなたはどう思う？大丈夫か、アルミ。さっきの訓練はちょっと辛かったけど。無理しないで、アルミ。今、水を汲んでこよう。なあ、そんなんで大丈夫かよ、アルミ。お前にはやっぱ技巧の方が向いてると思うんだが。おいおい、アルミ、お前に脱落されたら私が困る。トロイおとり役がいなくなると面倒だからな。ちょっとユミル、そんな言い方しないで。いや、いいんだクリスタ、本当のことだから。でも必ず何とかする。お荷物なんてごめんだからね。おい、アルミ。ちょっとでも体力をつけようと思って、寝る前に走り込みをするようにしてみたんだけど、なかなか成果が出なくて。そんなことないよ。ちょっとでもみんなとの差を埋めなきゃって思って。ねえ、君に一つ頼みがあるんだけど、よかったら僕の体力作りに付き合ってくれないかな。本当？嬉しいよ。ありがとう。君と一緒なら頑張れる気がするよ。今ずいぶんと派手に投げられてたな。悪い、まだ加減ができなくてよ。大丈夫か？訓練じゃ習ってねえからな。ていうか俺も習ったわけじゃないっていうか、もともとは兄の技なんだ。あいつ時々見たこともねえような動きすんだろ。もしかしてお前もこの技に興味あんのか？ならちょっと兄んところ行ってみるぞ。何のよ？ああ、お前の格闘術もう少し教えてほしいんだけど。できるようになりたきゃ自分で見て学んだらどう？ないね。もう行っていいかい？おい、大丈夫か？まったく兄のやつ、何考えてやがんだ。
あいつは兵士として協調性が足りなすぎる。ああ、確かに兄って正直何考えてんのか分かんねえところがあるよな。エレンもあなたも兄には注意した方がいい。私は傍観者に過ぎない。今の動き、やりますね。私、あなたの立体軌道が気に入りました。確かにそうなんですけど、なんていうか、時間がかかっても確実に獲物を追い詰める狩人に近い動きなんですよ。そうだ、いいことを思いつきました。私と一緒に狩りをしませんか？あなたならすぐにでも獲物を捕らえられますよ。ええ、やってみましょうよ。私がみっちり教えますから。決まりですね。あー、楽しみです。これからはちょくちょく誘いますから、力を合わせていきましょう。君はどう思う？すごいな。前から思っていたが、もう我慢できん。君はもう少し愛想よくしたらどうなんだ。ヤーギャーうるさい。そんなの俺の勝手だろ。ちょっと二人とも、その辺でやめておこうよ。そういうわけにもいかないよ。お前ら何やってんだ。兵士がガキみたいなつまらんことで喧嘩しててどうする。
ライナーか。お前、悪かったな。さすがライナー。ありがとう。困ってたんだ。ベルトルト、お前は兵士としての実力はあるのに、喧嘩一つ仲裁できずにどうすんだ。俺たちはいつか一緒に故郷に帰るんだろう。こんな調子でどうする。そんな、いや、ライナーにああ言われて当然だ。自分でも臆病なことは分かってるんだ。ねえ、お願いがあるんだけど、僕がもっと自信をつけられるよう力を貸してくれないかな。ありがとう、恩に着るよ。面倒なことを頼んでごめん。どうかよろしくね。よ、何見てんだ。やっぱりそうだったか。俺は気になってるわけじゃねえぞ。ただあいつ、いつも自分のことよりエレンエレンだろ。そういうのなんか危ういっつうかさ。おっと、訓練が始まる時間だな。行こうぜ。対人格闘術が何の役に立つってんだ。おい、真面目にやれよ。じゃん、ごめんなさい。私のせいであなたを傷つけてしまった。そうだったかもしれない。あの時エレンとジャンが言い争っていたから気になってしまって、お詫びに何か私にできることがあったら言ってほしい。本当にごめんなさい。私はエレンを守る。村のみんなには俺みたいなチビに兵士は無理だって言われてた。しかし俺は天才だった。立体起動装置も
すぐに扱えたしな。天才ね。よく言うぜコニー、立体機動術はかなりのもんだが座学はいまいちじゃねえか。それにコニーはたまに作戦を誤認していることがある。そういうミスは危険。でもうるせえ。そこら辺はこれから何とかするんだよ。お前からも何か言ってやれ。コニーにあんまり調子に乗られても困るだろ。よっ、お前は分かってくれたか。やっぱ俺天才だよな。うんうん、よし見てろよ。いつか必ずお前ら全員に俺が天才だと分からせてやるからな。はいはい、好きにしろよコニー。能力を高めるのは悪くないけれど、あなたはどう思う？だよな、俺を分かってくれるのはお前だけだぜ。応援よろしくな。ジャンもミカサも後で吠え面かくなよ。見てやがれ。訓練は楽勝だったな。お前に俺の斬撃の鋭さを見せたかったぜ。ねえねえ、坊主頭で背が低いけどすごく強い兵士がいるって噂を聞いたんだ。もしかしてお兄ちゃんのこと？ああ、俺のことだ。とっても強いんだぜ。最強って言われてるリヴァイ兵長ぐらい強いんだね。ああ、そうだぜ、もちろんだ。俺はリヴァイ兵長の後継者って言われてんだ。人類最強の後継者？かっこよすぎるよ。お兄ちゃんに会えたこと友達に自慢するね。しまった、つい調子に乗って嘘ついちまった。さすがにこれってまずいよな。なるほど、それもそうか。いやいや、あの子が他の兵士に聞いたらバレちまうだろうが。こうなったら仕方ねえ。あの子にバレる前に期待通りの実力をつけるんだ。お前も手伝ってくれよ。ありがとうよ。こんなこと言いふらされちゃ困るもんな。お前は口が固そうだし、うってつけだ。お前が一緒に頑張ってくれるならやる気も出るぜ。よろしくな。助かったぜ。
若返りました。いい品が揃ってるよ。また来てね。負けたらダメね。超絶美女の巨人はおらんか。また来てくれよね。エイデンには頑張ってもらわねえと。やるね。トロスト区復興作業の一助とすべく、我々調査兵団は
壁外付近に残存する巨人の掃討を担当することになった。速やかに任務を完了し、我々は次の壁外調査の準備に取り掛からねばならない。みんな頼んだぞ。ねえエルヴィン、この新兵の子を参加させてもいいかな。小規模な任務とはいえ、巨人との戦闘は不可避だぞ。ハンジ、それでも参加させたいのか。今回の任務は経験を積ませるのにちょうどいいと思うんだ。私がしっかり見てるからさ。私から強制はしないが、君はどうしたい？そうか、では君にも参加してもらおう。今回の経験が君の成長の糧となるなら私も嬉しい。ハンジ、そいつはお前が連れてきたんだ。お前がきっちり面倒を見るんだろうな。それはもちろんだよ。君も遠慮しないで、困った時はいつでも私を呼んでよね。そんなこと言って、巨人が現れたら新兵のことなんてほったらかしになるんじゃないですか。オルオ、何か言ったかい？何も。新兵については全員でサポートしてくれ。以上だ。今日は参加ありがとう。初めてで緊張するだろうけど、私たちがサポートするからね。それにあの子たちの可愛さを前にすれば、緊張なんて一発でほぐれるに違いないよ。さあ、まずは壁のそばにいる子たちを片付けてしまおうか。あっちに強い巨人がいるのかな。これより目標に向かう。あそこで戦ってるのはモブリットだな。おい、拠点の設営は終わりそうかい。分隊長、手伝ってください。新しい拠点の効果を検証するはずが、巨人が邪魔で。くそ、やるよ。そういえば君、馬の扱いは得意？知ってると思うけど、壁外調査は基本的に馬に乗って行うんだ。立体軌道と違ってガス切れの心配もないし、長い距離を巨人より早く移動できるからね。よし、討伐完了だ。すいません、これで検証を進められます。君もありがとう。ちなみに今作った拠点は戦闘支援用に攻撃精度に特化したものだ。活用してくれ。相手になるよ。落とした。あそこではナナバが戦っているね。やれ。やあナナバ、拠点の効果検証は進んでる？巨人が邪魔で拠点を作るのにな。ハンジ、少し手を貸してもらえるかな。始末してやる。私たちにかかればこんなもんよ。無事だった？頼みます。問題ありません。始末してやる。片付けよう。相手になるよ。落とした。くそ、分かったよ。
だってよ、始末してやる。そうは神は。よし、これで巨人の討伐は終わったね。助かったよ、これで検証に移れそうだ。君もありがとう。相手になるよ。やるよ。さっき作ったのは補給支援用の拠点なんだ。きっと役に立つからぜひ利用してくれ。かざってよ。お、かわいい巨人がいるね。こんにちは、遊びに来たよ。始末してやる。よくやった。生け捕りにできれば最高なんだけどな。よしよし、無事に片付いたね。分隊長、巨人の群れが壁へと迫っています。やった、新しい子に会える。前線の方がいろんな巨人に会えて楽しいよ。行こう。始末してやる。巨人の群れが来たぞ、迎撃準備に移れ。アンジ、なぜここに。お前の担当は壁付近だ。もう片付いちゃったんだよ。貴重な機会だし、もっと巨人と触れ合わなくちゃ。やる。救援要請を確認。私が向かいます。お前は神兵の重りだから安全な壁付近に配置したんだ。前線に来てどうする、うん、せっかくの壁外任務なんだ。神兵にこそぜひ巨人たちと触れ合ってもらうべきだよ。危険にはさらすな。始末してやる。次だ。すごいじゃないか。新兵にしてはやるようだ。始末してやる。次だ。相手になるよ。任せます。あそこで巨人と戦っているのはゲルハだ。彼にも拠点を頼んでいたはずなんだけど。拠点を作りてえのに巨人が邪魔だな。ああ、ハンジさん、手貸してくださいよ。片付けよう。カナコさん、頼みます。了解だ。いっちゃー、始末してやる。ハンジさん、当たってます。やるよ。相手になるよ。落とせ。よっと、始末してやる。このまま。
近の巨人は片付いたね。すいません、これなら検証も進みます。お前もありがとうな、助かったぜ。さっき作った拠点は資材確保に特化してるんだ。役立ててくれよ。始末してやる。やるよ。こんなもんだ。わかったよ。勢はしのぎ切ったようだな。片付けよう。さらに縁談を確認しました。どうやら我々への増援要請のようです。そうか、ならば俺が行こう。よし、じゃあ私たちもミケについて行こうか。アンジ、ついてくるのは構わんが、新兵を死なせるような真似はするなよ。もちろんさ、私が責任を持ってこの子をサポートするから。やーりばい、加勢しに来たよ。クソメガネ、なんでお前がここにいる。リヴァイと戦ってる巨人、なんて面白い子なんだろう。おいミケ、なんであいつを連れてきた。しかも新兵まで巻き込みやがって。アンジが勝手にやったことだ。おい新兵、その巨人バカに付き合って突っ込んでいくんじゃねえぞ。あらかた片付いたようだな。撤退するぞ。ニオナ、新たな巨人が来ているぞ。面倒だな、さっさと片付ける。アンジさん、
校で君みたいな巨人に会えるとは。ネイリバイ、連れて帰っちゃダメ。ダメに決まってるだろう。さて、次はどんな子に会えるかな。てめえの巨人への執念だけは見習うべきかもしれねえな。任務は完了したな。とっとと帰還するぞ。今日はいろんな子たちに会えて楽しかったね。ぜひまた参加してよ。お互い無事で何よりだったな。先輩たちはやっぱりすげえな。リヴァイ兵長だけじゃなくて他の先輩方も。なんだ、俺の噂話か。確かに俺は優秀だからな。まあ、お前らが俺の域に達するためにはあと100回くらい場数を踏む必要があるだろうな。それはいくら場数を踏んでも無理じゃない。生まれ持ったものってあると思うよ。ペトラ、この俺の底知れぬ実力を見抜けねえとは、お前も存外見る目がねえな。みんなご苦労だった。これでトロストクでの我々の任務は全て完了した。なお、トロストクの外門が封鎖されたため、次の壁外調査は東のカナネスクが出発地となる。それからエレン、君には特別作戦班に加わってもらう。特別作戦班ですか。通称リヴァイ班。リヴァイが先発した精鋭からなる班だよ。今後お前は常に俺の班の監視下で動いてもらう。ペトラ・ラル、オルオ・ボザド、エルド・ジン、グンタ・シュルツ。もしお前が巨人になって暴れ出したとしても、こいつらならお前を殺せるだろうからな。大丈夫だよエレン、君が自分の力を掌握さえできれば問題ないんだからさ。そのために私も精一杯協力するつもりだしね。
が。意見を聞かせて。よふん。楽に越したことはねえ。加減にしろよクソ女。アルミンに劣等生だのトロイおとり役だの言いやがって。ふん、事実を言ったまでじゃねえか。それでへこたれるならあいつはそれまでのやつなんだよ。ユミル、やめましょうよ。何口を挟んでんだサシャ。お前はいつから恩人の私に意見できるほど偉くなった？はあ、いきなりシャシャリ出てきて勝手なこと言ってんじゃねえよ。くそ、お前って本当に他人の気持ちを考えねえやつだな。よく言うぜコニー、バカのお前にどんだけ他人の気持ちがわかるってんだよ。ちょユミルってコニー、どこへ行くんですか？あの野郎め、はっ、気分を直しに愛しのクリスタに会いに行くとするか。そうだよ、何か文句あるのか？きっとあいつも愛しい私のことを待っているだろうよ。何か食い物は？感謝する。
油断は禁物だ。どうしたの？僕に何か用事？そんなことがあったんだ。それでコニーは手っ取り早く実力を上げるため苦手な座学を僕に習いたいと。もらえると嬉しいな。もちろん引き受けるよ。座学なら僕でも教えられると思うし。早速始めようか。これからいくつか質問をしていくから、コニーは答えてくれ。1問目。人類のウォールマリア放棄の原因を作った鎧の巨人はなぜこのような名前で呼ばれているか。え？鎧を着ていたからだろ。答えは皮膚が鎧のように硬質だったから。2問目。通常種と異なる気候種の特徴の例をいくつか挙げよう。これはわかるぜ。見た目が気持ち悪いことだろ。あとなんか見ててムカつくことだな。答えは目の前の人間を無視して遠くの人間へ向かったり障害物に突っ込んだりすること。なるほどな。言われてみればそうだな。ああ、もちろんだ。アルミン、引き続き頼むぜ。とにかくもう少し続けてみよう。3問目は。ああ、来い。獲物の追い詰め方はもうバッチリですね。対象を絞って一匹一匹確実に狩るんですよ。あとはどうやってうまく気配を感じ取るかですね。こればかりは感覚的なものなので説明できるかどうか。そうですね、焦らず徐々に身につけていきましょう。私の村は先祖代々狩りをして暮らしていますから。私自身気配の感じ方は子供の頃自然と覚えてしまったんです。本当にそうで、体
パリこそご先祖様に教えてもらった私たちの生き方なんや。あっ、さあ暗くなる前に帰りましょうか。いや狩りに夢中で時が経つのを忘れちゃいましたね。何のことですか？ちょっと言い間違えただけですよ。それだけです。急がないと本当に暗くなってしまいますから。いいが、怪我が治ったみたいでよかった。何かできることはある？私が何かしたい。あれ、珍しい組み合わせだね。何を話してたの？そういうことか。でもかすり傷で済んだんだろ。ミカサ、本人が気にしてねえんならもういいじゃねえか。でも私の不注意で怪我をさせたから。頼み事がないならこんなのはどうかな。君がミカサに何か質問して、ミカサはそれに何でも答えるんだ。はあ、なんだそれ。こういうのはけじめさえつけられれば何でもいいんだよ。ミカサに何か聞きたいこととかない？エレンとアルミンの。そういや、お前もシガンシナクの出身だったよな。ミカサ、何かこいつに昔のことを話してやれよ。今急に話せって言われてもミカサも困るだろうから、何か思い出したら話すっていうことでいいんじゃない？わかった。それでいいならそうしよう。また私のことを尋ねてほしい。何か話を用意しておこう。お前、最近腕を上げたと思ってたが、こうやって自主訓練をしてたんだな。と、邪魔して悪かった。俺に構わず続けてくれ。どうした？立体起動装置の故障か？見せてみろ。ああ、任せろ。原因は分かった。部品が一部摩耗していたせいだ。取り替えないとな。にしても一体どれくらい訓練を続けてたんだ。
ここまで部品が傷むなんてよ。よし、決めたぞ。次からは俺もお前の自主訓練に付き合う。一緒に鍛えた方が効率も上がるだろう。よし、決まりだな。兵士として人類を支えるなら高い能力がいる。協力して腕を上げていこう。降りないね。また私の技を受けに来たの？そうまでして、なんでわざわざ巨人との戦いに不必要な技術を身につけたがるのさ。へえ、面白いことを言うもんだね。いいよ、この間の技くらいなら教えてあげる。見て覚えて。へえ、見られるようになったもんだ。あんたそこそこ素質あるかもよ。そう、どうだろうね。この技がこんなにありがたがられるなんてね。これを仕込んだ私の父はなんていうかな。これからも時間があれば教えてやってもいいよ。いい暇つぶしになるからさ。こんにちは。おう、お前か。前にサシャが言ってたこと聞いて回ったりしてねえよな。まあそもそも事実じゃないんだけどな。それより立体機動術の調子はどうだ？お、そいつは何よりだ。じゃん、さっき手紙を受け取ってたよな。あれ、誰からだったんだ？ああ、お母さんでしょ。そうなんですね。うるせえ！お前らには関係ねえだろうが。お前母ちゃんからはジャンボーって呼ばれてるんだろ。よ、ジャンボー。早く返事を書いてあげましょうよ。ね、ジャンボー。うるせえっつってんだろ。書き扱いすんな。何しに来たんだよ。母ちゃんの手紙のことならわざわざ返事なんて書かねえからな。
そういえばお前の親はウォールマリア陥落の時に悪かったな。分かってはいるんだがよ、とにかく返事を出す必要なんかねえよ。俺と母ちゃんの場合はそういうもんなんだ。ごめん、手当てまでしてもらっちゃって。ありがとうクリスタ、助かったよ。ううん、気にしないで。二人ともこれからはちゃんと気をつけてね。女神様、まぶしい。あれ、あなたはどうしたの？うん、さっきの訓練で怪我しちゃったみたいで。しかしクリスタは俺たちのことをいつもよく見てるよな。すげえと思うよ。私あんまり戦闘は得意じゃないけど、こういうところならみんなの役に立てるかなって。偉くなんかないよ。友達を助けるのなんて当然のことだから。でも今の私には大したことなんてできないし、もっと専門的な処置が学べればいいんだけど。なら駐屯兵団の診療所に行ってみるのはどう？人手が足りなくて手伝いを募ってるって聞いたよ。駐屯兵団の診療所か。そういえば行ったことなかったな。その話長官に詳しく聞いてみるよ。本当？嬉しいな。あ、いけない、私はそろそろ戻らなきゃ。アルミンとジャンはもう無茶しちゃダメだからね。エルヴィン、連れてきたよ。ありがとう、ハンジ。君たちはもう下がってくれていい。ああ。じゃあまた後でね。さて、突然呼び出してすまなかった。一度ゆっくり話がしたいと思っていてね。君の働きぶりはハンジやリヴァイから聞いている。調査兵団の居心地はどうだい？そう言ってもらえると私としては助かる。理解してくれていると思うが、調査兵団は人類が持つ唯一の矛だ。巨人の領域に挑み、人類の活動領域を奪還する。それができるのは調査兵団しかない。我々はその困難な目的のために多くの命を犠牲にしてきた。そのリスクはもちろん君も例外ではない。それでも君は調査兵団に身を置き続けられるのか？そうか、聞いていた通り肝が据わっているようだな。我々は常に一人でも多くの優秀な兵士を求めている。これからの君の成長に期待しているよ。
見事だ。家族は何してるんだ。もう。いらっしゃい。また来てちょうだい。いいものが揃っているよ。また来てくれよ。いらっしゃい。いらっしゃい。最後に勝利するのは俺たちだ。休息も兵士の仕事だ。最後に勝利する。休息も兵士の仕事だ。やると。
訓練は大変だったね。油断していたら本当に死んでたかもしれない。ああ、かなり危険な訓練だったな。お前は大丈夫か？そうだよな、ようやく目標への一歩を踏み出したんだ。こんなところでへこたれちゃいらんね。これからはもっと危険な訓練も増えてくるかもしれねえが、俺は諦めねえ。早く一人前の兵士になって必ず。エレン、待って。訓練に対して意気込むのはいい。だけど本当に危ない時は私を頼ってほしい。うるせえなミカさん、いつまでも子供扱いしてんじゃねえ。ごめんなさい。けどエレンは熱くなると周りが見えなくなる。昔からいつも心配だから。俺はお前の弟でも子供でもねえって。まあ二人とも落ち着いてよ。ほらミカさん、一緒に寮に戻ろうね。なんだよ、まあ確かに付き合いは長いけどよ、あのやりとりをどう見たら仲がいいと思うんだ。とりあえず俺たちも戻るとするか。明日も早いしさっさと休もうぜ。生きて帰って初めて一人前だ。おいおい、しかし全くいい考えが浮かばないな。どうしたもんか。聞いてくれない？俺たちいつもリヴァイ兵長にお世話になってるだろう。兵長に日頃の感謝を伝えたいと常々思っていたんだ。だがいざ4人で具体的なことを話し合ってみるとなかなか話がまとまらなくてな。俺はやっぱり班としてさらに戦果を上げることが一番だと思うぞ。私はみんなで掃除をするのがいいと思うな。本腰を入れて隅々まで磨き上げてやるの。だが俺たち4人がいくら頑張って掃除したって本気を出した兵長には及ばないんじゃないか。俺は贈り物をするのがいいと思うがな。贈り物ね。とまあこんな感じでいつまでも決まらないんだ。お前はどう思う？そうかな、そうかもしれないけど、
せっかくの機会なんだし、適当なことはしたくないよ。戦火、掃除、贈り物。この中なら俺は贈り物が一番妥当だと思うぞ。しかし兵長のことだから、何か凝った贈り物をしても、そんな暇があったら訓練しろって言われるんじゃねえか。そうだね。贈り物って簡単に言うけど、考えてみると何を贈ればいいのかわからないし。そうだな、それがいい。みんなで少し考えてみよう。よし、それじゃそういうことで決まりだ。付き合ってくれてありがとうな。珍しいな、お前がこんなところに来るなんて。もしかして兵長を訪ねてきたのか。そっか、さっき中の掃除の様子を見に行ったから、そろそろ戻ってくるんじゃねえかな。そういやお前、最近すっげー頑張ってるらしいな。先輩たちも噂してたぞ。おい、何を喋ってやがる。口を動かす暇があるなら手を動かせ、エレン。はい、すみません兵長。ち、それでなぜお前がここにいる。まあいい、むしろ好都合だ。ちょうどお前に話があったんでな。エルヴィンからの指示だ。今後お前にはエレンと一緒に俺の個別指導を受けてもらう。個別指導。さあな、理由は俺も知らん。まずは弊社の大掃除からだ。今後の予定を開けておけ。なあ、いきなり個別指導なんてどういう風の吹き回しなんだろうな。お前のそういう前向きなとこ、俺も見習いてえな。
絶好の実験日和だ。さあ行くよ。わけで巨人捕獲作戦を成功させるためにエレンの力を使わせてほしいんだよ。却下する。エレンはまだ巨人化能力を完全には掌握できていない。それは分かってるけど、巨人の捕獲だって大事なことだろ。巨人の正体を探ることは調査兵団本来の目的なんだからさ。黙って従え、クソメガネ。エレンの扱いを決めるのはエルヴィンだろうが。どうしてもダメなの？ああ、この作戦に参加できないなんてかわいそうなエレン。分隊長、彼もまだ参加したいとは言っていません。それにしたってこの作戦で使える人数が少な。あ、じゃあ代わりにこの子を貸してくれる？それはいいよね。私から強制はできない。本人次第だな。巨人の捕獲は成功例の少ない極めて難しい任務なんだ。辞退するなら今のうちだが、どうする？そうこなくちゃね。さすが私の見込んだ子だ。分隊長、いくらなんでも新兵には無茶では。本人にやる気があるなら止める理由はない。許可しよう。ただし無理に前線には出るな。よし、じゃあ早速準備にかかろう。忙しくなってきた。お前、あいつに付き合ってると早死にするぞ。リヴァイ、お前はエレン以外の4人を率いて作戦のサポートに回ってくれ。お前も新兵を早死にさせたくはないだろう。チッ、了解だ。さあ、捕獲作戦開始だ。まずは邪魔な子が入ってこないようにしとかないとね。特定の地点に物見の拠点を設営しておけば巨人の接近を素早く察知できるはずだよ。君は我々と一緒に行動してくれ。離れると危険だからな。さあ一緒に可愛い子を捕まえよう。了解。相手になるよ。さあ、ここだ。ハンジ分隊長、拠点の設営予定地点に巨人を発見しました。どれどれ。あの子も違うな。よし、討伐して拠点を設営しちゃおう。討伐完了。拠点を設営します。よっと。はい、分隊長、残りの設営予定地点は3カ所です。頼みます。始末してやる。奴は捕獲対象じゃないよな。そうだ。この作戦はかなり無茶だと思うんですが。君たちならできるって。精鋭中の精鋭なんだからさ。こんなもんか。始末してやる。どうだ。終わりだ。片付けよう。
わ。はい、ありがとう。作戦成功までもう少し頑張ろう。はあ、努力はしますが。相手になるよ。このまま、ハンクとか。こいつは倒していいんだよな。やれやれ、とんだ任務だ。すみません、手を借りられて助かってます。なあ、いいんだ。お前も大変だな。やるよ。あっちに強い巨人がいるのかな。片付けよう。このまま始末してやる。こんなもんか。ありがとう。その調子で頼むよ。はい、了解です。ちょっとハンジ・ヘルトさん、頼む。ハンジさんは正気じゃねえな。こんな危ねえ作戦を追っ始めるなんてよ。始末しやる。ハンジさん、やっぱ無理っすよ。巨人を捕まえるなんてできるわけねえっす。無理でもやるんだよ、オルオ。これができなきゃ人類は巨人に勝てないんだから。そうだったには、よっと。そっちは片付いたね、オルオ。引き続き頼むよ。もう帰りて。縁談の元へ急げ。助けを求めてる。片付けよう。ハンク・ヘルトさん、任せます。ポジション、また巨人を生け捕りにするなんて。始末してやる。ハンジさん、あの巨人は討伐してもいいんですよね。あの子も欲しいんだけどね。仕方ないか。頼むよ。どうだ。相手になるよ。片付けよう。始末してやる。ハンク・ヘルトさん、分かったよ。まだだね。やるよ。こんなもんか。すごいけど、もっと私たちを信じて頼って。片付けよう。そうだったよ。はい、ご苦労様。引き続きお願いするよ。お願いされても。相手になるよ。拠点の設営予定地点に巨人がいますか。あの子か。ちょっと違うかな。あ、討伐していいよ。よっと。拠点の設営が完了しました。よっと。分隊長、残りの設営予定地点は2カ所です。楽しみだな。どんな子がいるかな。よっと。片付けよう。ハンク・ヘルトさん、落とした。はい、面倒なことをさせやがる。ジーバイ、もっとやる気出してよ。人類が勝利するためには大切なことなんだ。やるよ。始末してやる。討伐完了。拠点の設営ができたぞ。リヴァイ兵長、助かります。よ
しよし、だんだん捕獲できそうな子を絞れてきたよ。分隊長、興奮しすぎです。こんなもんか。始末してやる。よし、これで拠点を設営できた。分隊長、すべての地点で拠点の設営が完了しました。ここからは俺も同行する。お前らだけじゃ頼りねえからな。リヴァイ兵長、お心遣いに感謝します。さあ、部隊は整った。いよいよ捕獲作戦を本格的に開始しよう。やれ。兵長、あの今の捕獲できそうな子はあの子かな。くれぐれも慎重に頼むよ。先に渡しておいた装備があったはずだ。それを活用して捕獲に挑んでくれ。その装備を使って捕獲するんだ。始末してやる。片付けよう。やったぜ。4メートル級捕獲成功だ。おめでとうございます。これで作戦は成功ですね、分隊長。さっさと引き上げるぞ。マブリットさん、いける。これならいけるよ。次の捕獲目標は7メートル級だ。次だろ、あのクソメガネ。やるよ。大きな巨人を捕まえるためにはまず動きを鈍らせる必要がある。両足を切断することで巨人の体勢を崩すことができるぞ。片付けよう。やるよ。どうだ、片付けよう。こんなもんだ。大丈夫だ。予備の捕獲用装備は十分に用意してある。
大丈夫だ。予備の捕獲用装備は十分に用意してある。始末してやる。ザッ！チクソ！片付けよう。どうだ？ハッキングさん！頼みます。落としちゃったの？始末してやる。やるよ。相手になるよ。かかって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 よ。こんなもんだ。始末してやる。やるよ。さあ。なかなかやるな。だが調子に乗るなよ。相手になるよ。分隊長、これ以上は付き合わねえ。大変です。作戦範囲内に新たな巨人が侵入しました。それってもしかして捕まった仲間を助けに来たってこと？そんなわけねえだろう。退路を確保しましょう。分隊長、人為的にもこれ以上の捕獲は不可能です。やるよ。
もう一体とも思ったけど、仕方ないか。頼みます。わかった。この作戦は終わりにするぞ。ああ、捕まえた子たちを早く連れ帰って実験を始めよう。片付けよう。次だ。終わりだ。さっさと撤収するぞ。みんな協力してくれてありがとう。さあ、あの子たちと一緒に帰ろうか。すごい。本当に生け捕りにするなんて。これでやりたかった実験がいろいろできるよ。早速計画を立てないとね。まず何から始めようかな。うん、うなじ以外の弱点がないか確認しないとね。でもやっぱり最初は意思の疎通の検証からだな。意思って、巨人の行動原理は人類の捕食だけだと教わりましたけど。うん、だけど過去には気になる事例もある。イルゼ・ラングナーという兵士が残した手帳があってね、なんと言葉を話した巨人について書かれているんだよ。二人ともちょうどいい機会だから聞いてほしいんだけど、イルゼの手帳が示唆するところは、我々が未だ巨人について無知であるということだ。巨人の正体を突き止める努力は継続されなければならない。得られた情報がたとえわずかだとしても決して無駄ではない。いつの日か人類の反撃の糧になるものであると私は信じる。はい。分隊長、壁外での長話は危険すぎます。速やかに捕獲した巨人の運搬にかからないと。あ、まだあの子たちに名前をつけてなかったね。うっかりしてたな。聞いてください、分隊長。
Thanks for joining me on this epic gaming journey. Remember to smash that like button, subscribe for more awesome content, and I'll catch you all in the next adventure.